こんにちは関です本日は阪神について再びお話ししたいなと思います昨日も阪神についてお話をしているんですがこの動画は4月13日の水曜日試合直後に撮っております はい、まあ、2022年不審の阪神で今までいろんな動画でたっぷりと現状の阪神がいかにかみ合わないかということについてお話ししてきたんですが今回さらなる危機に直面することになってしまったんですよねで一勝13敗1分けという苦しいチームの上に離脱者が出てしまいました先日の報道であったようにエゴス選手伊藤将司選手藤並選手が陽性判定 特に水曜日の先発が伊藤正選手で、木曜日の先発が藤波選手で想定されていましたので、緊急的に先発投手2人がいなくなってしまったことになります。そして2軍もかなりギリギリの戦いを強いられていることで、今直面している課題についてお話ししたいなと思います。まず投手ですが、何度か申し上げている通り、21年、背で最も安定した先発投手陣、規定投手2人、2桁勝利3人と素晴らしかったんです。 せで,で2年連続2桁勝利が秋山選手しかいないということを考えるとこの2桁勝利がいかに貴重でこの先発陣がいかに強いかということがわかるかなと思いますただ開幕時点で高橋春人選手が長期離脱ガンケル、チェンそしてコロナ陽性で青柳選手が離脱してしまいましたその関係で藤並選手小川選手桐敷選手西勇選手伊藤選手秋山選手というスタートになりました 表3枚、特に小川選手、桐式選手はまずまず試合を作り、イニングというところであと一歩という課題があって、先発が戻ってきた時に彼らをリリーフに戻せるという意味で、少し落ち着いてくると思っていました。 そして先発が足りなくなった時の谷間という形でも起用できると本当に便利だなぁと思っていてガンケルが想定通り復帰そして青柳選手がしっかり実践を踏んだ上にウィルカーソンもある程度球数を投げ最後の調整当番も終えようやく先発が整ってきてこの小川選手、桐敷選手を、まあ、少し便利起用的にはなりますが中継ぎに回せるそんな形で ローテーション、中継ぎともに落ち着いてきたなと思っていたんですが、伊藤選手、藤波選手が陽性判定。まあ、この陽性判定が彼らの復帰がいつまで遅れるのかというのは正直わかりません。現在、ある程度想定されていたこの形を崩さないといけなくなって、また開幕当初に近い西勇気選手、小川選手、桐敷選手、そして青柳選手、ウィルカーソン、ガンケルというような形になります。で これでもう先発投手がまだ回っていることも良いですし、秋山選手も一旦調整を挟むかなと思っていますが、基本的には戻ってくる想定です。ただ、この1勝13敗という状況の中で、前回9回1失点という先発を書いています。で、先発、リリーフ、そして再び先発と小川選手、桐敷選手は、かなり流動的な起用にしないといけなくなりましたし、負担はかなり心配です。 で緊急先発の小川選手が5回途中無失点と素晴らしかったんですがまだ体力面で課題はありますしそもそも緊急先発ですので4月13日の水曜日早めの交代というのは納得かなと思いますで桐敷選手もこの動画撮影時点でまだ登板はしていませんが先発そして中継ぎで連投そしてビハインド特にその場面が非常に厳しいところさらに再び先発などとにかく流動的なんですよねで、気を固めたいと言い続けていますが正直このチーム事情なら流動的な 気になななるるのも若干仕方いい部分はあるかなと思っていて水曜日同様小川選手くらい試合を作ってくれれば理想的ではありますがとにかくこの2日間はかなり苦しい運用になっていくんじゃないかなと思います桐敷選手自体も中3日ですのでそこまで球数は難しいんじゃないかなと思っておりますでファームでは佐木選手が復帰し150キロを計測などイニングも投げられるようになっていますがまだ昇格という段階ではないかなと思います 復帰したチェンウェイそして西選手村上選手ともに2軍でしっかり投げてきている投手にチャンスは来るかなと思っていますが正直再び先発で再編しないといけないというのはかなり計算外かなと思います。 そして中継ぎも再編が必要になりますもともと課題であった中継ぎで一軍で経験のあるリリーフが岩崎選手しかいなかった中でケラーが守護神定着失敗斉藤選手が苦しい上に小野選手が抹消渡辺選手がコンディション不良で外れた一方岩貞選手アルカンタラ馬場選手が戻ってきましたまだ2週間程度ではありますがリリーフがようやくまとまってきた 勝利の方程式の整備も進み始めてたんですよね。勝てないながらそういう戦いになっていたんですが、再び霧式選手、小川選手を先発的に回さないといけなくなってしまって、リリーフの追加で小中選手、加治屋選手が入ってきました。もちろん実績のある加治屋選手らいますが、おそらくこの時点で2軍でも登板から離れている小林選手は、コンディション的に不安があるのかなと思っています。で、小野選手は2軍で投げていて、渡辺選手も実戦復帰。ただ、先日の2軍戦では投手陣が崩れ 14失点味方の守備ミスもあったとはいえ渡辺選手が2四球4失点で1イニングを投げきれず守谷選手も2四球3失点。 ま、一軍へのアピールという観点だとかなり厳しい状況で、ルーキーの岡留選手、鈴木選手、そして二年目の佐藤蓮選手もあり得ますが、ただでさえ苦しい阪神中継陣から、小川選手、桐敷選手と便利起用できる投手が先発に回りました。その分のリリーフでもう石井選手、小中選手、梶谷選手に託すしかありません。まあ、特に梶谷選手、先日の中日戦、1インニング目は完璧でした。特に右バッターに対しては、カットボール、フォークのコンビネーションで打者を惑わせているような気がしていたんですが、 左打者を相手にした瞬間投げづらさが見えてしまいました、まあ、ただ彼を攻めることはできないと思うんですよねで今までは2軍で結果を残している投手たちを1軍に送ってきていますがそろそろ2軍で結果を残してきた投手の供給が難しくなってきます去年は小中選手が25試合で26回3勝1敗2セーブ防御率1.3827三振と素晴らしかったながら登板機会はありませんでした また、オープン戦で好投もありながら、2軍でも29試合で27.1回、24三振、13四死球、防御率5.60と苦しかった梶谷選手。ルーキーからセットアップ的に起用されながら苦しい経験もしてきた石井選手。ただ2軍では14試合で13.2回、1敗、2セーブ、防御率1.98、1 3三振と内容を確実に良くしました。 この3人がビハインド、ロング的な役割の部分を埋められるか、かなり重要な役割なんですよね。で、ただでさえリリーフ陣、調子の波の激しさが大きい上に、そろそろ供給できる選手が少なくなってきていますので、入れ替えという観点でもかなり難しくなってきます。現状心配は強く、また中継ぎを整備するところから始めないといけなくなったのは、非常に辛いところかなと思います。 そして打撃陣ですがどちらかというとコロナより苦しい状況なんですよねで離脱組がこんな感じで高寺選手もコンディション不良で休養そして江越選手が陽性判定投手陣でこの離脱者の多さということもあり野手陣でも実はかなり離脱が多くてここで陽性判定が出たことで多分ですけど木曜日の二軍戦は中止になると思うんですよね撮影時点では分かりませんが4月13日水曜日の二軍戦スタメンではこんな形でした 5番以降、全員がキャャッチャーです。片山選手や長坂選手が他のポジションで出場ということはたまにありましたが1軍が頻打で苦しんでいる今だからこそ洋川選手原口選手北条選手そして1軍に上がった高山選手のような存在が欲しいところで実際高山選手島田選手は1軍供給も洋川選手北条選手は毛刈り脱中で原口選手実戦復帰が近いそうですがまだ2軍でも出場はありません さらに高寺選手が怪我となると、まあ、そもそも2軍を回すことが精一杯になってしまっていて、このメンバーで分かる通り9人なんですよね。つまりベンチッシュゼロで戦わざるを得ませんでした。守備のミスもかなり目立ってしまって、ピッチャー陣を助けることはできませんでした。1軍で佐藤選手、大山選手、近本選手はまずまず打っていて、糸井選手もちょうど放ってくれていますが、主力以外の攻撃力がとにかく苦しい阪神。1軍の主要スタッツがこんな形です。 はいまあ、自慢の盗塁もなかなかできていませんしそもそもの長打力そして得点圏打率は1割台に到達してしまいました本当に苦しい現在の戦いで2軍からの突き上げっていう選手だとどうしてももう小野寺選手を入れ替えるくらいしかできませんで現在主力の成績がこちらなんですが主力とそれ以外の成績を上げるとこんな形になっていてでこれ自分の手で計算したので一部合ってるかどうかがわからないんですが コアの3人の成績とそれ以外の成績を比較するとこんな感じなんですよね。でこのうち2本10打点が糸井選手ということを考えると3人以外の野手でコア以外で出場した糸井選手以外の野手合計16人でこの15試合8打点しか稼いでないことになるんですよね。 はいまあ、主力と主力以外の差でこれだけあるんですよ。でシンプルに今年開幕前から心配していたサンズの穴でマルテが不審と怪我でいない中で助っ人がロハス1人という状況長打は出ましたがスタメンに入ってこれるアピールまでできていないという時点でもうかなり苦しいですし2グマも 上げる候補が小野寺選手しかいないんですよね。で、その小野寺選手も一軍でヒットは出ておらず、主力と主力以外の差がものすごく大きいんです。まあ、その中で機動力で点を狙いたく、島田選手らを一番に据えました。で、その際に近本選手、佐藤選手、大山選手が三四五。まあ、意図はわかるんですが、やはり島田選手、山本選手の方が近本選手、佐藤選手、大山選手より多く打席に回るというのは正直苦しいです。 マルテがいない今はこの3人をつなげることぐらいしか得点を取るパターンがなかなか見えてきません校調糸井選手も1年間返す役割として計算するのは苦しい状況でシンプルにサンズ分の長打力そしてマルテの不在が痛すぎるんです今阪神に必要なのは21年サンタナのような主軸の後ろにおけて長打が打てる選手コアが固まっているからこそその後ろが苦しいことで主軸が決められないともう無理という感じが出てしまいます つなぎの役割でもある糸原選手の不振機動力が今までほど使えていないことや守備課題自体は今年も健在ではありますが采配動向でどうにかなる問題ではありませんただただ火力がないことで相手投手にプレッシャーを与えることはできませんし逆転勝ちはゼロな一方逆転負けは7です先制を許した試合では0勝8敗1分け先制した試合でも1勝5敗 今まで阪神の苦しいポイントはものすごく詳細にお話ししてきましたが15試合時点で1勝13敗1分けです近年の目立った最下位チームの最初の15試合先日の動画でもお話ししましたがこんな感じですはいまあこれよりやばいというのは本当にとんでもないですし勝率0割6分7人というのはプロ野球史上ワースト記録になるそうです打つ手が全て理解できる上に裏目になるというのは本当に辛いところです そしして悲しいかな戦力上積みはない上に2軍が試合を中止しないといけないくらい離脱者が出ている、まあ、その状況で1軍に上げれる選手がいるかっていないんですよねまとまりつつあった課題のリリーフと戻ってきた先発の再編が必要になってしまいました救いはないのかなと正直何度考えてみても思いつきません助っ人の補強くらいなんです で先日の動画でもたっぷりお話ししてきましたのでスタッツについて詳細に見ていくことは避けますがここまで全て裏面に出てしまうのは予想外すぎますこんなに歴史的にも連敗が続くシーズンってどのチームでもないことなんですけど個人的に今年上位を狙えるコアが固まっているなって思うチームでこうなってしまうのは本当に考えられませんでしたしかも打てる手って、まあ、ある程度打ってるんですよね理解に苦しむっていう采配も、 ゼロではないですけどそんなにないんですよ。それでいてこの状況っていうのは本当にどうしたらいいのか。まあ、昨日動画を上げた後にこの動画を連日で撮ってるんですけど昨日の時点より状況は悪化していますで。現時点で1勝14敗という状況で借金13。もうすでに貯金7のチームがあるということを考えるともう20ほど差があるんですよね。 プロ野球史上ワースト記録というくらい歴史的にも負けが続いている阪神ではありますが神山さんに加えて主軸で挑戦判定が出て離脱が出てしまう本当に先は見えないかなと思います。以上がが本日の動画でごごござざいいまますご視聴ありがとうございました